はい、えー、ひとつきます清水です、えー。拡大しつつある五輪汚職問題ですね。いや、もうこれは、あの、五輪義獄問題というふうに、えー、言ってもいいんじゃないかなというふうに思うんですけど、えー、読売新聞がですね、あついに青木前会長、高橋容疑者への贈賄求める供述、部下にしっかりお願いしろと指示。えー、というわけで、えー、スーツの青木の会長はですね、東京地検特捜部のですね、えー、勘落ちました。 感じましたでお金を払った側が、はい、あれは贈賄賄賂なんですというふうに言ったってことはですね、えー、受け取った側がいや違うこれはカウンセリオだっていうふうに言ってもですねちょっと厳しいからもうほぼ確定と言っていいのではないかなというふうに思うんですがこのね本間さんは唯一ね あの、オリンピック問題えー、電通問題を書き続けているね。そして youtube でもあのもうギネスに挑戦っていうぐらいのですね、えー、勢いでオリンピック問題を書きず、あの喋り続けています。今日も本間さんに聞いてみたいと思います。本間さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、スーツの青木が、うん、あれは贈賄なんですと。と、うん、いう風うに認めちゃいましたね。ってことはもう一個角川。角、うん、川も認めた方がいいよ。 ね、認めた方がいいよじゃないと、固く捜索されちゃうよ。<laughs> というわけで、えーあ、もうこれも高橋、終わりやなで、この記事のすごいところは、ですね一番下の段落、特捜部は高橋容疑者が青木や k 川のほかにもスポンサー選定の過程に関与してきた疑いがあるとみて、複数の企業から事情聴取を行うなど、幅広く捜査をしている。 まあ疑いだけでねあるんで、うん、疑いですからまだまだ疑い疑いあの別にあの確定したわけじゃないなわけねえだろこれもうほぼ確だよ他にもあるんだよ、ね、うんあと数社あるんじゃそれは私ぼんやりと見えてきましたその会社のイメージが <laughs> 社名がアルファベットで P って書いてあります P あ次に A が日本語でいうところの発音はパッ あのなんか願望が入ってるあ n いパソナかまあ,あのしかもパソナだったらあり最もありえそう最もありえそうじゃないですか <laughs> メインディッシュですよ青木という前菜ねであの、まあ、アペタイザーが来て次角 a d であっこちら本日のメインのパソナでございますみたいな <laughs> <laughs> パソナっていうか 竹中平うん、うん、まあそうだよねうん最もありえそうなうんなかなか真打が登場しない真打登場しない正直え青木って感じだったじゃないですか最初 <laughs> で次に ADK に家宅捜索 <laughs> ADK かよみたいな感じになって <laughs> えっ角川もで出てまあいいよ A と A と K はいいから P はまだなのか P はたぶんみんなそう思ってると思うね <laughs> 面白いなぁと思ってさうんなんだっけえっ、ー、と ADK で頭文字が青木、うんうん、と電通、うん、と <laughs> a d k <laughs> a d k a d k a ちょっとばっちり食ってるけど、ね。いやー、しかしこれな。これはね、だけどさ、地獄、うん、事件だよ、これは本当に。地獄ですよ、ね、もう。汚職じゃない。ない一大地獄事件ですよ。もう完全にさ、構造ができちゃってて。うん、そこにウハウハみんな乗っかったっていう。うん、もはや、なんかこうね。 あのー、頭のおかしいやつがこう一人でやったっていう話じゃなくてさ、うん、まあそこには当然全部電通が絡んでるわけだよねうん、うん、だって契約には電通が絡むわけんそこにはちゃんと電通がいて「あ高橋さんがまた何かやってるな」って言いながら「うん、でもでもうちも管理料もらえるからいいや」っつってっ <laughs> <laughs> 電通だよ電通とパソナーだよ一番は。<laughs> だからさもう本当にねこういう薄汚いあのものなんだってさって、うん、思っていても、うん、まあうちにもカーリを入るからいいかっつってさまあ,いっかまあいいかっつって乗っちゃうわけよまたこれがさ、うん、だけど k a d o なんてさ、うん、青木はまださ、うん、スーツ3万着売ったからいいけど k a d o って7000 契約金がいくらかだいくらだったのかっていう発表がないじゃんなうんうん、うん、なぜか何せか、うん、7,000万円だけ払ってるっていうなんかちなみに KADOKAWA のです、ね、夏の社長はですね、えー、昨日の段階で日、えー、テレの突撃取材を午前中に受けております、うん、でこの時にですねあのスポンサー選定にね えー、スポンサー関連の契約に関して k 川 d o が、えー、高橋容疑者の知人にお金を払ったことはありますかっていうふうに言った時に対してですねスポンサー契約が成立ししたた後に払いましたっててうう認めてるんですよこれさあのー、夏野社長本当あかんなって思うのがねもし白を切るつもりなんだったら別の会社なんだから。 これは、いや、別のお金ですよって、たまたま高橋さんの知人にお金払ってたら、全部賄賂認定なんですか、うん、っていうふうに言えばいいじゃないですか。高橋個人に払ってるんじゃないんだからさ。高橋の会社に払ってるわけでもな、ね、い高橋の知人ですよ。こんなことを言い出したら、高橋さんの知人の知人の知人。 の会社に払っていたとかってなったら全部ワイだ高橋さんの知人の知人の知人とかになったら本間さんとか俺の知人含まれるかもしれないですよ、うん、だからこれまずしらきってもよかったのよ角川いやもう切れないんじゃんねだから切れない切れないっていうところまで来てるわけよさ。うあ<の>もうだから角川の夏の社長もやっぱ切れないなーって思ったんで認めちゃったけども、ね、高橋容疑者から便宜を図ったことはあるんか っていう,ふうに日テレの取材に対して関係者はないと言っているなんだこの言い方ねっもうだからほら私は関係ないってそう言い方なんだよねそうで俺はね当時社長じゃなかったから知らないって言ってるわけですよねもう上場企業失格です 上場企業の社長失格です。私は上場企業の役員やった時に自分が入る前の不正に対しても株主総会とかで申し訳ございませんでしたって頭下げてますよ。上場企業の社長でね自分が社長時代じゃないから、うん、知りませんなんていう発表をしたところなんてないから。まあないよ。だから k の社長失格ですよ。まあ三菱自動車とかね。そうだよ。 ああいう日野自動車とかさうん誤ってんじゃん <laughs> 20年以上もそうや二十年以上前からだやつで <laughs> 私が社長じゃないんで知りませんよなんで私責めるんですかなんて言ったら大炎上ですよだからあのー、この夏の社長これ責任逃れしようとしてるけどそうだ、ね、まずそもそももうあの責任逃れできてない挙句の果てに 上場企業の社長としての対応書おかしいと思いますこれは大体夏野さんっていうのはハイパーネットゃがブル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 って20年ぐらい私この人をウォッチしてますけどまあこういう人だなっていうのは知ってたけどね、うん、まあ今回のこれでね、うん、やめることになるといいんじゃないの、うん、<も>と思います結局いやそれでさっきさ言いかけた、うん、青木はまだスーツ3万着売ったから元は取ったかもしれない、うんうん 5100万上げたりとか、2>, うん、2億5000万円でお任せされたりしたとしても、でもさ、k a d ってさ、公式パンフレットとかさ、作ったけどさ、無観客だったから、全くと言っていいほど売れてないはずなんだよ、ね、本間さんは一応持ってましたけど俺は一応買ってるけど、買ったんだから俺は。<laughs> でもさ、ほとんど売れてないでしょ、当たり前だけど。うんうん もう書店とかで山積みになってたから、うん、でそれ以外にもいろいろ作ったはずだけど、うん、それもほとんど売れてないはずなんだ、うん、だからさまあうんとなんかほらバーターだとかなんとか言って、うん、10億円以上は払ってないかもしれないけど、うん、それでも億単位の金は払ってるはずよ、うん、く単位絶対払ってるはずただだってことはないいやーほんまの兄貴 得でもないしスーツの青木みたいにユニフォームを担当するわけでもないパンフレット売っていて何になるんだそんなんでなんでスポンサー料を10億15億も払う必要があるんだ会社としてねプラスじゃなかったとしても誰かのポッケに入ってるんですよこれはそういうのもあり得るよね高橋に7000万いってるけど カドカーの人ももらってるかもしれないよ、これ。かもしれないね。まあ、そういうふうに考えるの普通で。うん、うん。何かっていうね。7000万だぜ、だって。あ、お給料多いじゃん。お給料多いよ、ね。7000 <laughs> 万って。なんか、よ、なんかそこの、だから、元めがいくらなんだよっていうのを、誰から教えろよて。教えろよ、いくらなんだよ。 <laughs> どっか書いてあるのか、角川のスポンサー費用。というかさ、うん、スポンサー契約金額が一体いくらなんだと。うん、だからこれ、そこも不思議、まだ出てこない。まあだからこれ、やっぱりこう徹底的な検察リークなんだろうね、これね。うん、で、検察が今日今日はこの辺までにしいとっこっていうやつを。<laughs> もう記者たちがさもううわーって、ま、それだけを発表してるって自分でもうちょっと調べろや <laughs> フライングしないんだよフライングは <laughs> 絶対フライングしないたくもフライングすると次から情報もらえなくなっちゃうからさねえね最新の注意でさたクもってメディアもさ今正義面して批判してるからお前らだって新聞社 スポンサーだったらもうが <laughs> ほんまにもうこれでさ5社のうち1社が高橋を通じて申し込んでいたとかになったらもう大変なことになるどっかいいよねありそうなのは日経と産経ですよ <laughs> これはまあないと思うけどね新聞社でも一番おいしいのは <laughs> 北海道新聞ですとかね 札五輪怪物ですよもうこれで、ね、<laughs> まあそれをやってたら本当に終わっちゃうよまあでもこれ徹底的な検察リーク記事ですよ、ね、そうだねもうこれ何じゃあ検察はメインディッシュあの P から始まる会社の T さんに関しては最後の最後まで取っとくって話ですかこれねえ今ねほら あのよくあるじゃん豚の丸焼き。あ、今これ焼いてるところ。こぐるぐるぐる。こんがり焼けるまで。ちょっと待ってね。あ、ちょっと竹中焼きちょっとお待ちください。ってよりこうやってやってんの。<laughs> そんな感じ。えー、平蔵焼きで。うん、平蔵焼き。竹中平蔵さん、えー、申し訳ございません。あのまだ何も報道もなく疑惑もない中、状況証拠だけで語っていることをお詫び申し上げます。でも。 35万円の日当を現場の人に時給1600円とかってのはやりすぎなんじゃないかなと別に法的に問題がなくてもいいからだってもやりすぎじゃないかなというふうにちょっと思うわけですよ。これねやっぱりまあとにかくパソナが該当するかどうかもちろんまだはっきりしないが、うん、あと数社入ってくんだっていのは間違いない。 ほら、その毎日の記事の方には、うん、毎日新聞は、うん、夏野社長に8月上旬インタビューしてるって書いてあったよえうん嘘そうだよ俺送ったじゃんあこれかうんえ8月、うん、はあ<ー>でそれを書かなかったっていうのうん。それは多分検察からあのストップが入ってたんだと思うああ待て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 と うんあ本当だよ最後に書いてあるんじゃんそこねほんとこういう記事ってさそういう一行が大事なんだっさこれはでも夏のじゃないですね角川の会長の方ですあーそうか、うん、会長だよね、うん、だからもう本当に夏のなんか小物だから、うん、角川歴彦会長がでしょこっちの 8月上旬にもインタビューしてんだよ。何それじゃあもうバレてんじゃねえかよ、こうニュースなる前から。8月の上旬から角川綾志っつって会長にまでインタビュー撮ってんじゃねえかよ。で、新聞社がさ、それをすっぱ抜かないで、大ーにさ、こう温めてる。って今角川焼き焼いてまーすってこうやって、<laughs> ちょっとお待ちください、つくひこ焼きもうちょっと出てきますからね、つって。 先に前後の夏の焼きをお楽しみくださいみたいなそういう感じですかこれそういう感じなんじゃないどうお前毎日だってスポンサーだってだろこの野郎オリンピックのあもしかしたら毎日もさこれもしかするとうちは大丈夫だよ大丈夫だよお前ってうちのまず社内チェックしてから発表しないと <laughs> ああまあ新聞社はね、うん、あのー、ほぼ横並びであのスポンサーあのー、スポンサーへのこの申し込みしてるのよ、うん、みんな一斉にみたいなうん、うん、だからまあ高橋とかわざわざ介入させる必要もなかったはず、うん、新聞社は多分ないと思ってねそうかな多分どうかな <laughs> どっか一個だけないかないあったら面白いけどな <laughs> 北海道新聞がいいな俺 <laughs> あったら面白いけどさほんとえー、個人的には北海道新聞の記者さんで真面目な人知ってるんであの北海道新聞だったら悲しいんですけど札幌オリンピック壊滅という意味では北海道新聞が一番いいな <laughs> いやそうねそういえばさあれ札幌の市長とあいつ山下がさ 抜けにもえっ、ー、と13日かなバッハに会いに行くとか言って、うんうん、本当にこに恥の上塗りだよね。うん、うバカとしか言いようがない,い。バカだよ。バカはバッハに会いに行くんだよ。うん、本当にさ、うん、山下とかさ。うん、いや、俺ね、あえっと、その秋元師匠だっけ秋元の壁の秋元の師匠ね。うん、そうそう、秋元の壁。うん、彼はさ、 さあのー、スポンサー集めの大変さっていうの、多分分かってないと思う。うんあのー、やるって決まれば、電通がなんとかしてくれると思う。なんとかしてくるでしょっ、うん、<う>ていうか、そもそもあの秋元札幌市長って、オリンピック来る頃にはやめてますよ。そうでしな、うん、何の責任も取らないけど、多分土研屋からとかのリベートとかはもらうわけ、うん、何がしかない。うん、で、ウハウハっつってやめる。うん もしかしかたら国政選挙とか出てくるかもしれないうん、うん、っていうやつでしょ大体流れとしてです。だからあのー、またまたお,お定まりのさ、うんあのー、やって札幌市がウルトラ赤字になっても、うん、彼の責任を取らない、うん、っていうことになるわけだけどうん、うん、多分スポンサー集めがもうこれで完全に終わったっていうのを、うん、まあ秋元君は多分理解できないんだと思う。 まで山下は多少は知ってるはずだから大変と、うん、ちょっとやべえなってちょっとやべえなって <laughs> お金集まんねえぞこれってうーんあー山下今やるべきことは秋元をこの横四方固めとかにしてさ、うん、動けなくして札幌行くのやめようよって言えばいいんだよ <laughs> <laughs> えー、これはですね、まあ、JRP、OK、の山下会長は、もともと柔道のメダリストなので、えーうん、もう止めなさいという、そういうい話ですね、うん、お前がやれることっつったら、今それぐらいだろうって、うん、な、まんじ固めかなん、うんあ、あれ、まんじ固めっていうのは、あれか、プ、うん、ロレスです、プロレスです、まんじめは。な <laughs> ん <laughs> でもいいよ、なん <laughs> でもいいから、うん、裸じめでもなんでもいいから、<laughs> もうこうやっていいもう止めてやるよ。<笑><笑> 止めてやれそっちは地獄の道だ <laughs> でもさ JOC ってさ日本オリンピック委員会じゃない、うん、だから <laughs> 自らの存在価値を否定する話だから、うん、それもできないんだよねうん、うん、彼の立場としてそう、うん、もう完全にこれ地獄、うん、事件に発展しつつあるからさうん、うん 本当にいろんな企業がしかも国民に名前の知られている企業、うん、ここが大事だよねうん、うん、のさ言っちゃ悪いけどその全然まあプロでしか知らないような会社だ、ね、例えばひと月き万札が五輪、ね、お食事誰 <laughs> <laughs> 誰 何だそれ,みあれって <laughs> 何みつありたかってで、ね、いや、あの、すみません、有効って言うんですけど <laughs> そういうレベル。ええー、っと、何 ?1 月何冊ダメだ。だ <laughs> からそういうところじゃないじゃないですか。そういうところじゃないところが問題なの。要するに、まあ一応、世間的には一流企業と思われている企業が、うん、で、一応、このコンプライアンスはなんだっつって、やかましいあれ、時代に、うん。 時代で一応看板を背負ってる企業。まあ、ちなみに、あの、ぎ<が>、ぎごく事件っていうのは。うん、最近知らん、しら、ぎごくって意味の。最近、ちょっとないから、ね。もう、あの、一番有名なのっていうと、私のやっぱイメージではですね、造船ぎごく。なんですけど。うん、その、千九百五十四年出して。最近、ぎごくっぽいのっていうと。リクルート事件か。そうだね。うん、リクルートかな。うん。うん。 要するにもう疑わしいのは山のほうでね。そういう話ですさ。うん、でこれやっぱりその一流一応一流企業、うん、名前が知られている企業が続々と出てくるってかこうねいつも私たちはなんか何うんとコンプライアンス守ってますみたいな企業が。うん いとも簡単にしかもオリンピックなんていうあんなさまああの店も店物興行に金出しててしかもその一部がまあ金回っててっていうこれかなり意味がでかいうん、うん、山下なんかだからこれ多分山下は意味わかってると思うよそこまでバカじゃないと思うからさうんうん、うん これ日本のオリンピック運動が壊滅するかもしれない、うん、彼は多分ね、今ねあの、かなり恐怖を感じてるはずだまあそうだろうね。うん、もう理解を得られないじゃない。うん、ああ、あれは一部の人たちがやったことですよ、ね。で、もう大地獄事件に発展してたから、うん、一部の人たちじゃないわけよ。うん、日本のさまざまな企業軍をこう、ね、引っ張り込んで。うん でみんな悪いことだと知ってはいつつもやっていましたって、うん、あだから、統一教会の自民党と似たような話だう,、うん、うん。まあ、統一教会の自民党は悪いっていう意識はなかったかもしれないけど。うん、あまりにも自然でね。うん、うん、これね、JOC にとっては、まあ、痛手だよね。痛手、ねうん、って言うか。痛手でいいんだけどさ。の まあ最まあうん、4四5 0年分は最、ねうん、4四5 0年後は、ね、あの核戦争で世界が滅びてるかもしれないので、うん、そうもう悩む必要もないねもうオリンピックもなくなってるかもしれないからいいんだけど、うん、そ,れそれで今後の山下は、ね、きっとねああのー、あれだよあの自分があれに合ってるみたいやっぱり寝技で締められてるみたいな息苦しさを感じてると思う <laughs> いやーそうだろうねうん とんでもないことになった、うん、しかも自分たちがオリンピックで1年前 1>、うん、得意の絶頂にあったわけだうん英子清水華だしいないや華々しいよねだからね俺どっかに書いたけどだからもうオリンピックなんてやってるやつら、うん、平家と一緒なんだって書いたことあったわけよ <laughs> よく言ってましたよ、ね、おごる平家久しからずみたいな、うん、もうまさに今そういう心境だよね、うん、彼らもはや 段の裏に到達しつつあるのよ。うん、JOC は。終わったよね。終わった。そう、それでさっきのさ、札幌だけど、うんうん、いや、スポンサーなんか絶対集まんないよ、これ。うん。いや、それは、その、北海道の地元の、そのなんかいろんな企業がね、一生懸命頑張るとか、うん、そういうのはあるかもしれない。だけど、 あのもうあれがはあのー、いわゆるなんていうの全国ブランドの,あの企業はさもう絶対手を挙げないよ、うん、だってそれでまたさあお前らもなんかやってんだろうって言われるの嫌じゃんうんうん、うん、うんうんまあ、イメージから考えてさもう最悪のイメージになってる、うん、これでオリンピックに手を挙げるっていうさ、うん、まあよっぽどワンマン社長、うん、で関係ないと。 もうオリンピックは素晴らしい、うんうん、それであの俺の俺のワンオーナーの企業だからいくらかの使っ使ってて構わん、うん、っていうのは別よそういうのは別そうじゃなくてちゃんと株株式を公開してるような上場企業とかだったら俺株主総会で叩かれるに決まってるからだからもう絶対ありえない、うん、だからこれ集まらないで札幌オリンピックって あのー、あれ、えっと、スポンサードで900億円、900億集めるっていう目標になってるからね、そ、うんなの集まるわけないじゃん、うん、900億、下手、うん、したらその10分の1も集まらないかもしれない,い、うんうん、で、その900億円が集まらなかった場合、だってそれが大事なさ、その要素になってるわけよ、うん、あの開催するためには、その900億円ないと開催できないわけだからね、うん、他のところ削りまくってる。うん で900億集まらなかったらどうすんでっかっていう話になるわけじゃ、うんじゃあ税金で埋めましょうかっていう話になるからやめろって言ってるんだよいやしかしも全部元はといえば安倍晋三かもな本当に連れてきたんだよなオリンピックをでも統一教会とい国葬といっうやっぱりねすごいよね諸悪の根源とはよく言ったもんだよ<ぁ>まあさ 恐ろしいわ諸悪の根源だったんだね、うん、やっぱね、うん、いや本当にそういう感じですよまあオリンピックに関しては彼が、まあ、首相に返り咲いた後だけどさだけど中心できたわけですよそうね,そう,ねうんあれだよなオリンピックのイメージはだいぶだだ下がったけどうん あのー、おもてなしってやったあのー、変なやつ滝,滝,滝川クリステルさん滝川クリステル、うん、あれはあんまり評価下がんない小物すぎてどうでも私言われるまで忘れてました <laughs> いやでも滝川クリステルって、うん、あのー、CM 業界では、うん、あのすごいんだよえー、ギャラトップに入ってんだよあそうなんだうんギャラ 知らんかっ0 0 0万ぐらいだったええー、そんなにすんのうんすごいよな、ね、あんなアホなのね <laughs> いやもう、まあ、ちょっと知らないんですけどそんなアホなんですかそうよすげえ有名よへえ<ー>あのフジテレビのほらニュースキャスターやってたでしょ、うん、昔そうなのそれそ,<う>その時点から知らないんですけどあだって元はニュースキャスターだよ タレントじゃないんだよあの小泉進次郎の奥さんっていうイメージなんですけどうんとにかくまずはさ、あのー、タレントというよりニュースキャスターやってて、うん、でそのあのま、ー、ったるい口調が人気だったわけ、うん、だけどもうあ俺その裏方で仕事してた人に聞いたことあるんだけど、うん、原稿を読めないまず漢字が読めない ルビフ全,全部ルビーあるんだけどルビー振るんだけど,、うん、だけどそもそも読んでも意味がわからんまあちょっと麻生太郎とか今ふっと思い出しましたけど、ね、それはまさにもうキャスターがそのような時代だというのはですね溝うん、未の時代だと思います私。でしょうん。そういうやつだったっ、うん、だからもう毎日毎日めちゃくちゃ大変だったんです。はあ。 なんとかなんとかの事件がどうしたこうしたってったってあの読んでるだけで意味が分かってないからだから意味が分かるように説明するのが大変だったって <laughs> なんでそんなの使ってたんですかうん視聴率稼げるからちょっと見てないんでよく分からないんですけどそんなそうなんだ大変だったらしいグレ,グレオパトラ並みに美人なんですか、まあ、があのあれだからあのなんだっけえっと2世だからさうん人害のあの,あ,のあれが入ってる えー、ただいまあーのー人権侵害、差別的な発言があったことをお詫び申し上げます。<laughs> あのちょっとほら外国人ぽいねハーフだと言いなさい、普通に。<laughs> いつの時代の人間なんだ、お前はっていう発言ですよ、それ。ブラックジョークはすぎる。<ー>外見、しかも女性、しかも、えー、ジェンダーかつあーのー人権、人種、もうありとあらゆるものを踏みじる おいくらてもブラッククジョークが過ぎます <laughs> いいよ竹川クリステルさんの話はもう。まあ何でう,、ね、うん、うん、なんでなったかあれだけど、うんまあ、ともかく、うん、まああのー、まあもう完全に俺は札幌五輪は消えたと思ってるけどもうん、うん、でもまあ一応彼らは悪あがきしてさ、うん、バッハに会いに行くっていうね、うん、これもしかしてやめるかもな来週の同行で。うん もう逮捕者が出るとかさ、<laughs> さすがにバカだと思ってやめるかもしれないけど。これは無理だって。今ね、徳田原最後のところでこうこういう感じの相撲で言えば。<laughs> 寄り切りされかけてる。<laughs> <laughs> うわってこう頑張ってる感じ <laughs>。感じかもしれない、ね。いやもう無理やろ。あ、無理だよ。うん うん、スポンだからねさっきも言ったけどスポンサー集まんなかったらその金どうすんだってっ、うんうん、その金どうすんだって言ったらじゃあ税金で埋めますかってそれしかないんだいやだそれはもう無理だろう、うん、もうそこが決定的なねあのもう致命傷だよそこが、うんまあ、だからもうとにかくさ、うん、オリンピックはスポンサー制度 まあスポンサー制度がなかったらオリンピックできないんだけど。い,いいよ、もうできなくて。そう、だからできなくていいんだけど、うん、もう本当にこのオリンピックを支えているのはスポンサー制度であって。うん、それが諸悪の根源。それが諸悪の根源になるのよ。うん、うん。こういうふうに、高橋とかね、そういう人たちが、こう、うまくつけ入る隙をどうしても作っちゃうのよ。うん。うん。どうしても作る。うん、これはもう、 どんなになんかこう、透明性確保するとかなんとかって言ったって、うん、そんなの結局はまあどっかでほころびがあってさ、うん、隙間があるわけじゃんうん、うん、まあもうできないのよそれはだからまああの、オリンピック自体はどうせ俺も近い将来潰れるとは思うけど、うん、とにかくもう日本でやるのはやめやめればいいのさ、うん オリンピックと関わりはきれいよ。で、JOC も、まあ JOC をさ、別に、海外でオリンピックやるんだったら別にいいんじゃん。うん、まあ行ってくりゃいいんじゃない行ってくりゃいいんだからさ、うん、まあそれで JOC 自体は別に日本に残っててもいいけど、うん、もう日本に招致するっつうのはもう二度とやらないっていうさ。うん、あのー、なんか先生分でも書かせた方がいいぜ。山下 <laughs> <laughs>、ま、にさ。 もう二度とオリンピックをやりませんみたいな、はい、<laughs> もう二度と置いたはしませんっていうね先生も書、うん、か,かしてさ本、うんに本当に, <coughs> 本当にまあこういうもんだったんですよっていうのがね、うん、ようやく皆さんにお分かりいただいてよかったかなっていうねいや本当にまあこれであとやっぱり大、うん、捕企業がいくつか出てく,る、うん、くればね、うん ああ、決まりだなっていう感じがする。うん,う,んうん。まあ、でも、本当、検察すげエのは大疑獄事件にするつもりなんだな。うん,う,んうん、うん、ね、うん。まあ、上川の、あの、社長の歯切れが今、一つなのは。っていうか。もう、今から、俺のせいじゃねえって言い出してるってことは。うん、もう、角川も。ちょっと。あの、こう、ね、来週。家宅捜索。うん。 もうちょっと見えてるかななみたいなさ。私この知人に払会社に払った7000万円っていう知人がすごく気になる誰ね角川周りで知人とかって知ってる人じゃねえだろうな気が気でないんですけどいいじゃんあのもし知人だったらすぐ聞いてよいろいろああ拘置所に、えー、差し入れを持っていきます <laughs> ご不自由でしょうからって言ったらエロ本か,かエロ本をはいどうぞ <laughs> ああもうまあ拘置所ね言ってもさ、うん、必ず会ってもらえるとかギうんもちろんもちろん、うん、向こうが嫌だと思ったらダメだし、うん、あと一日一人しか会えないから <laughs> うん、うん、弁護士以外、うん、だからもう朝からいろんな雑誌社とかわーとか新聞社とか行ってるともうあないしかし いかないとなとうーんこれほんとにオリンピックなでもやっぱショックなのは毎日新聞が8月上旬には角川歴彦会長に確認してた、うん、ってことはもうこれ界隈には回ってるんだね回ってるうんでもそれがさ漏れてこないっていうのもさ、うん、すごいよね完璧な報道統制が取られてるってことですよこれそうそうそう 怖くね別の別の全く別の意味でなかなかが恐ろしい恐ろしいねめっちゃん。だってねっ佐藤さんのレーダーとかにも引っかかってないわもんう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 これは強烈っちゃ強烈だなうん、うん、かなりこうね <laughs> 深く潜ってさ。うん、それであの、検察からしれこう、海の底ずーっと潜ってて、検察からペペペペペペ,ペ,ペってしあーもう上がってきていいよ、つと、っっっっ <laughs> これはこれで怖いだ。うん、ああって感じだけどさ。で、うん、も、8月上旬にもうガドカーには行ってたんだったら、うん、まあ他の企業にももうかなり回ってるってこと、ね、回ってるでしょうん。 だからやっぱりパソナやめたんだな竹中平蔵さん多分ねうんどうでうんこれやべえなって思ったんだ、ね、うんやべえなと思ったんだ、ね、うん今なんだっけ南米にいるのかないやいや普通に日本にいます <laughs> 日本にいます日本にいるんだ日本にいますまあな海外逃げてもなあれだだいぶ不信感あったもんな <laughs> なんでこのタイミングでそんなやめ方すんのっていうのは。ねえ、うん、ちょっと不思議だったもん。パーソナの会長ね、若い人に譲りたいからとかって言ったけど、<laughs> お前、今まで若いやつの可能性を叫んで搾取しまくったあげくりキューって吸っといて。 あとは若い人たちに任せようと思うんですけど、うん、もうあの言い方もすごいあったんだよ。<laughs> 座れてる側だったんだ私どっちかっていうとねューっ、ね、<laughs> まあなってことはまあかなり回っ話は回っているうん、うん、で今ぐるぐるとこね、うん、焼かれてるわけだ ギ焼き中でーすってぐる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 こんがり焼いてる最中だよってまああ朝日新聞とかあの毎日新聞とか書いて「いつかな?」って書いてあまだ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 まっまうまだ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 うだま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 うまだ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  <laughs> <laughs> とだまだまだまだだ もう待てって言われて、うん、待ちきれずに打ったの待て待てよ待てよっつってか、ねま、今焼いてるか青木焼き焼いてるからあ食べお前みたいなそういう感じ <laughs> ねえかもねでもやっぱりこれ土日にこういうのが上がってくるっていうのがね やっぱり翌週今次回予告やってる次回予告だよねこれ来週をお楽しみくださいみたいな感じの来週のパソナさんは <laughs> 来週の東京オリンピック擬学シリーズ <laughs> さあ次の主役は誰かなみたいないやこれでさなんかあのえグーグルとかねあぐれっことかって言われてもうんいやちょっと もうもうちょっとそこそこじゃないんですけどみたいな感じ。あのちょっとかゆいところ違う。かゆいところ違あ、やばい、そこもば、まあ、い,っちゃい。もうちょっとここですみたいな感じ。ちょっと違うんだよな、うんうんあ。そこには、うんまあ、来るかどうかまだわからんが、うん、まあともかく、これはもう本当、複数の企業をさ、うん、入れててさ、なんか、 まあ俺はこういうもんだとは全然分かってたけどそうだよ前から言ってたやんそれ,それでもさなんかああ我も我もとみんなね、うん、みんなの,あのやっててさなんか幻滅するよね,ね幻滅するね知ってたけどさ知ってたけどなんか嫌だね本当にね

自民党の政治家が誰かなんですよね。なんか前の記事だと ADK に関係する大物議員が逮捕みたいなことも書いてあって、でも朝 2DK に関する大物、なんか朝 2DK に関わってる時点で大物感ないじゃないですか。そうね。こう言っちゃうんだけど。<laughs> まあそう。<お>なんかいまいちよく分かんないけどね、自民党の政治家が誰に行くかだよな。この逮捕の流れが。 そうだから政治家も逮捕されて、うん、で企業も続々と逮捕者が出るとか、うん、例えばねガサ入れが入るとうん、これ義事件まさ,に、うん、まさに義極事件もはや高橋のオリンピック汚職ではなくて、うん、一大ね、うん、もうあの完全にこうある一つのこのスキームがあってその中でみんながいろいろわッシャワシャやってたとううんう,んうん、うん。 地雷地獄事件だぜ、これ。うん、うん。本当に。まあ、ウィンダー、これはこれで。まあ、そのね、あのー、このきん、そう、昨日もツイートしたけど、このブラックボランティアを書いたときっさ、要するにもうね、結局、その通りだったわけじゃない。うん、結局さ、ボランティアをただでこき使ってるくせに、うん、高橋君とかはさ、うん いっぱいお金いただいて、電通もいっぱいお金引っ張って、うん、みんなでチューチューやってたわけだろ。うんうん、で、その時点では、新聞社はみんなスポンサーしてたから、うん、全くそういうことは、ね、ほとんど書かない。ちょろちょろと書いてたけどさ、うん、問題視しない。うん、で、オリンピック終わったら、新聞社の皆様、そんな過去はきれいさっぱり忘れて、 検察の言いなりになりうんリークリークリークと少スーつリークするというねもう国家の犬かよ <laughs> まったくなと思うけどでもまあしないしないよりはしないよりはいいしないよりはましうん、うん、ここで手加減は加えないっ、うん、ねっ森くん逮捕でもいいよもうそうでね、うん、う森くんいや 逮捕されたらオプシーも打てないから逮捕しないって、うん、言うかもしれないけど、うん、獄中で打ちゃいいじゃねえか別に。っていうかまあ逮捕はされても、うん、あれだろうな実験にはならんだろうな、うんうん、高橋はこれは実験の匂いがしてきたね高橋治之元全通専務はですね、うん、だって 青木からもらってるだけだったら、いやもしかしたらこいよ予かな、うん、っていうのもあったけど、えっ、川,川からも、じゃあそこからも、ここからもってなったら。ねっ。だってもう累犯者だ。う者 <laughs> そうね、累犯ですね、まあ。初犯じゃねえ、うん、ねだからこれ、もはや、実刑の匂いがしてきたね。うん、してきましたよ。 78で刑務所入るのかきっついよーきっつうーん,うーんステーキなんか出ないから1年に1年に1回も出ないからステーキななるほどまあでもあの前も伝えましたけど弟さんもあの東京地検特捜部に挙げられておりますからまあ兄弟仲良くえでもほら彼はさ 裁判中にだからやるんじゃないですかは高橋治之さんも。んあの最高裁は争うんじゃないですか。あまあ、争うだろうかね。<laughs> 争って途中でお亡くなりにならなければでもさうん、うん、入んなきゃならなくなっちゃうわけ。うん,うん。うん、<laughs> まあ本人としては一番幸せなのは途中で。いやいやいや。<laughs> いやいやいや幸せなのかそれは <laughs> 私は最高裁まで争わずにもうスコンと入って大丈夫10年とかじゃないんだから数年で出てこれるんでそうね、うん、まあ今やるけど45年かなでしょ、ね、でしょう、ね、春雪さん78でしょまあ4年で模倣犯で3年出てきた八81 模範囚、ねね、模範囚って何で <laughs> 模範囚、<う> <laughs> 模範目<集>にやることになっちゃうから <laughs> だからちゃんと真面目に経営を務めて3年で出てきてでそして東京オリンピック真の内幕私が関わった政治家たちっていう辞書,辞書でも書いて一つ一万冊から出したら一税でもあとはあの豪邸も維持できますから。<laughs> いかがでしょうかねうーん、うん、そこまでできるかなあねえ <laughs> まあねえ、ね、3年から5年あの粗食に耐えて、うんうん、ステーキ屋もう出てきたら速攻で多分ステーキ屋行くとは思うが、うん、肉なんて肉の塊が出てこないんだから <laughs> 生々しい話やな本当に。<laughs> まあ、ちゅうわけでね、えー、青木会長ゲロっちゃいましたよ、うん、もうこれでもう一角が崩れてああから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 って、うんえー、ちなみにですねあおごる平家久しからずというねあれ源平合戦始まってから5年でダノラまで行ってますからね絶叫だったのが、うん、<laughs> 早いですよ崩れる時は、うん、ていう間ですか上級の欄だったかななんかそういう名前だったと思うんだけどうん いやもう本当にあのすごいもう絶頂期にあってダジ大臣にまでなったにもかかわらずもうあっちゅう間にパタ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 って言ってしまいましたからね,ね<ー>おごる五輪貴族久しからずともうそんな感じですよね、はあ、いいんじゃないのやっぱりまあとりあえず安徳天皇みたいな悲劇がないことを祈るがうん まあとりあえず、えー、明日からほんと楽しみですね。うん、はい。えー、今日も読書ということで、えー、本間さんのね、あの、ブラックボランティア、角、うん、川から出ております。ね。ブラックボランティア、角川で出ております。なんと、安みさんの方も角川から出ておりました。うん。ね。えー、なので、ぜひ、あの、これを買って応援したとしてもですね、800円、印税入るのは、80円です、本間さん。2年書いて書いて1万部売れてもですね、うん 80万円年収40万円ね真面目に本を書くっていうのはさ本当に辛いことだなということでえぜひね応援のためにカンパしてくれると嬉しいなと思いますそんなわけで今日も読書チャンネル登録といいねよろしくいつも皆さんありがとうございますじゃあねはい今日もありがとうございます電通と戦う本間龍さんはですね、えー、なかなかメディアラジオいろんなところに呼ばれないんですね で、本も広告がされません。皆様のカンパがないと続けていくことができません。今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ、本間さんの本を買ったり、カンパよろしくお願いします。現金も、クレジットカードもどっちも対応します。よろしく。今日も読書。それでは。